周りに他の屋台とかお店とか福岡競争率が激しいので、はいはい、考えに考えて家族会議をして、今やっとこういった形になあの本当に 今やっと土台ができたかなっていうぐらいも本当にどこにもないメニューを考えないと、いろんな美味しいものがある。ぶどうとかすごい珍しいっていうか、すごい美味しかったんですけど、ああいうのとか自分で。そうですね、やっぱりこう旬のお野菜も美味しかったら、やっぱりフルーツもちょっと美味しいだろうと思って、どこにもないちょっとメニューが。こう屋台であんまり聞かれないおしぼりとかを提供するっていうのも自分で、はい、そうです、こだわりです。やっぱりこう屋台はあんまりいいイメージがないじゃないですか、はい、こうやっぱ汚いと か、なんかそういったイメージをやっぱり覆す、やっぱりもう清潔感だけはもう本当心がけて、あと女性が一人でも入りやすい空間を作ってます。もうほら、もういいか、食べて、ちょっとあげるから。おいしい。地元の人にやっぱり愛される。まだじゃあ屋台って言ったら、カジシカって言っていただけるような屋台でしたいです。